Every time that my mind slip, I just see my best life. ミノムシじゃん。Heaven dreams in a dream, I wonder.はい、本日はですね、ナンガでお買い物をしていきたいなというふうに思います。ということで、ナンガ大阪店の前に来させていただきました。ちなみにですね、今回も米蔵さんにカメラ回していただいてるんですけども、米蔵さん今日何買うか知ってますか？あれ、寝袋。寝袋ですよね、はい、寝袋誰の分買うか分かってますか？2人分かってないんですよね、いつもね。とりあえずカメラ回してって言って回してもらってるんですよね。まあ、そんなことで、今日2人分の寝袋を買いに来ましたので、うん、駐車場がね、諸事情により1時間しか止めれないで、うんうん、あの道路のところやから、もう50分ぐらい残りありません、はい、すぐに見てすぐ決めましょう、はい、いいですか、はい、君の寝袋もあるんだよ、はい、OK ですか、OK、です迷うで君ね、はい、では行きたいなと思います、はい、33.7 低すぎる。こんにちは、店長さんです。お願いします。もう何度も登場して毎回髪型が確かに髪型違う、帽子かぶってたりとかして、ちょっとよろしくお願いします。お願いします。今日ちょっとシュラフ見させてもらいたいなと思ってたんですけども、すごい、なんかこの辺とかもさ、ね、これ何やろ、何だろうね、これバーナー、バーナー、バーナーで、この状態で販売してて、うん、でこれを乗っけることでストーブになります。なるほど、冬場とかは、冬場とかを、まあね、料理するときとかにストーブになるので、へちょっと後でアパレルは見るとするか、はい、すいません、じゃあ、はい、お願いします。はい、で、シュラフということで、うん、はい、大体お使いに並べる時期、冬をメインで考えてます。で、夏場とかはもう開けちゃおうかなと思って。なるほど、地理的には定地、うん、あ、定地ですね、定地がメイン、はい、まあ、僕も450か600かどっちかやろうなと思ってたんですけど、はいはいはい、ですね、僕600のロング1回入ってみてもいいですか？はい、すいません、はい、さっき言ってたさ、うん、何百っていうのはさ、うん、その綿が何グラム入ってるか、うんうん、450って言ったら450グラム入ってる。そんなにしか入ってないの？そう、だけど大きさとか全く一緒やねんけど、綿の量が450、600って増えるやん、こんなに傘がパンパンになってくる、うん、大きいのにそんなにしか入ってないんだね。これはね、うん、450、これも、これはね、630、だ見た感じあんま分からんねん、入らんとな、もう1キロぐらい入ってそうなのに。でこっち800入ってるわ、だから倍ぐらい入ってるわ、450とこっち800やから、すごいね。でもあんま分からんよな、うん、触ると確かにちゃう、全然ちゃう。行かせてみて、こっちのあっちに450や、うん、こっち、おお、本当だね、パンパンやね、パンパンだね。で今日見るのは450か600かを見ようかなっていう感じです。うん、あの弊社の寝袋って大体まあ大まかに分けて2種類、うん、オーロラライトっていうので、あ、防水のやつですね、はい、で UDD バッグ、 UDD バッグ知らないなっていうモデルがあります、はい、で、あの大体皆さんやっぱりオーロラライトっていうのが、うんうんうん、まあ、あのメジャーなんで、はいはい、まあ、これをそうですね、そうですね、はいはい、指名買いで来られる方、あ、やっぱそうですね。でこれの特徴は多分ご存知のように、はい、まあ、表、まあ、表皮、これがまあ、防水撥水、うんうんうん、なので外からのまあ夜露とか結露の滴とか弾きますよ、うんうん、っていうモデル、うんうん、で UDD バッグはちょっとまあ生地触ってもらって分かるんですけど、結構薄い、ね、はい、確かに普通のナイロンって感じですね。そうですね、ただあの防水加工ができない代わりに撥水かけてます。なるほどなるほど。で、まあ、結露がポトポト落ちるぐらいやったら弾くんですけど、うんうんうん、テントの内膜にもう湿ったところにべったりひっついたらやっぱり染み込むこともあります、うんうんうん、ただ中のものすごく水弾くとこ、ああなるほど、もう自体がすごく弾くんで、うんうんうん、なので染み込んでも全然問題なく、うんうんうん、あの保温力は落ちることなく保たれますよ。値段がちょっと安いってことですか？いや、あの値段はそんなに変わらないです。あ、そうなんや、はい、でもまあなんかといえばこっちのイメージがめちゃくちゃ強いですよね、はい、はいはいはい、なのでこっちでご用意しますか、うん、そうですね、はい、そっちの方がいい？防水の方が。何でもいい、分からん。分からんかったね、分からん今の。オーロラライトの600のロング。はい。これで大体、気温、テント内が、まあ、男性の方やったらマイナス5度からマイナス11度ぐらいまでなりだったら、まあ、快適に。あ、すごいな。うん、去年あのブランケット買って、クリーニング、昨日帰ってきた。昨日クリーニング帰ってきたね。最初さ、こんなペタペタやね。うん。ちょっとあの、うん、まあ、出したてなんで夏の方が出てます、はい、あ、ででなので、まあ出してたら向こうのやつみたいになるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます、
ナンガに行くからナンガ着とこうと思って。嫁もナンガの帽子かぶってます。そうそうそう。よくないでナンガのキャップも買いました。ありがとうございます。サイズ的にはロングですね。であいいですね。一回、はい、頭入れてん、あここ、はい、あめっちゃいい。ミノムシじゃん。僕これでこれでこれにします。これにします。はい、わかりました。めっちゃいい。もう今でも寝そうやった。あすいません、ありがとうございます。よかったね。この特徴としたら、はい、ありがとうございます。この足回りと頭ここに舌が配合したスタンスバッタリングという生地を採用してます。よりネスが逃げにくい。そうですね、魔法瓶効果で温かいという特徴。頭のとこ、これ頭の表生地ですか、裏生地？間にも挟んでるんです。なるほど、目には見えへんけどってことですね、はい、へー。じゃあ次は君ですか。あショートの、はい、持ってきていただいてな、まだどっちでも選べるんですね。選べますね。あ何がいい？450かあるわけ。わからんか、選んでいいよ。あったかい方がいいか、暑いですか、600やったら。でも女性だったら冷える。そう、女性の方って男性よりもやっぱりちょっと寒がりのところがあるので、600の方がいいかもしれないですね。で600だったりその600。分かんないけど、うんうん。一回行きましょうか。はい、少々すいません。はい、よかったね。ありがとう。私も買ってもらえるの？だって2人入られへん。ギュンギュンになったら入れるんじゃない？これなんだろう、宝箱かな、飾りか。なんかでもおしゃれだね。ちょっと待ってください。はいはいはい。あるんです、絶対あるんです。あるんです。でちょっと待ってください。あるんやけどどこにいたい。あたふたあたふた。在庫を探す店長だ。いろんなものひっくり返して探す店長だった。なんか出てきた。で、あのショートがこの赤色のちょっと一択になっちゃうんです。やって。そっか、まあ一回寝れれば。短いのはないね。寝れればいいな。いや、でロングに関してもさっき入っていただいたブラウン。ブラウン、わかりました。はい。虫色。でその真ん中やったら選べるんですよね。そうなんだ。そうなんだ。黄色とか。はい。カラフルな色が良かったですよ。いやでも寝れれば。いやいやもう寝てる。はい。はい。お邪魔します。これコーディネート入るんだよね。よいしょ。あ帽子脱いだ方がいいな。よいしょ。はい。おやすみなさい。あっ、わあ、すごい。いかがですか。いやいいね。その綿の量的にはまだまだ膨らんでくんねんけど、どんな感じ。十分あったかそうやなって感じ。うん、すぐにあったかい。うん、これぐらいあったら安心できる。何に。例えば11月とか12月とか寒いなって言いながら入っても、うん、いけるんかな。いけるんじゃない。うん、それでじゃあ満足ですか。うん、いいですか。うん、もう寝そうになってるけど。何でもいい。何でもいい。それでいい。うん、あすいません、わからんみたいなんで、もう600でいいです。すいません、ありがとうございます。ちょっと開けます。はい。自分じゃ開けれないのかな。開けれるから10番で。あ、そうか、違うやつか。あ、よかった。はい、タントリー帽子っていうのをつけて、 YKK さんと一緒に競合したんです。へー、すごい。どうしてもね、ナイロン噛みやすいっていうところなので、よくジャケットとかでも噛みますもんね。ダウンジャケットよく噛む。よく噛んじゃう。あ、あ、あ、もう面倒じゃない。滑る滑る。よいしょ、ありがとうございます。じゃあそれとそれでお願いします。はい、あとちょっとアパレルちょっと見させていただいて。はい、これなんだろうね。これって何ですか。これはあの簡易のクーラーボックス。クーラーボックス、おしゃれやな。シャレシャレ。レトロクーラーっていう名称なんですけど。うわーすごい、まあ、ピクニックとかね。へー、確かに確かに。シャレシャレシャレちゃうな。奥から見させてもらって表に行こうか。はい、ちょっと順番逆やけども。そうだな。ニューアライブ新しいやつやねって。可愛い色、しかもそれシャツ。この辺とかは長袖かな。このナンガのさ、あんまり洋服っていうイメージないけどさ、うん、結構あるもんやな。うん、まあ確かに。でもダウンあるぐらいだから。てかダウンしかなかったんで最初。あ、そうなんだ。逆にマネキン身長高いね。マネキンって映えるように作られてるからね、ちゃんと。あ、そっか。おお、いいね、その色、おしゃれ。これちなみにひらがなナンガはあれやねんて、セールなってんで。あ、セールなんだ。うん、日本人がそういう意味で面白いもんね。 20% も。これ外人来とったらかっこいい。そうそう、外人来たらかっこいいんだけどね。君ゴリゴリの日本人側だから。あ、シュラフペットボトル。
ステッカーこれまたあのキャリーケースかなんかに貼らなな、まだ貼れてないな俺ら。あのキャリーケースだってダサいもん。うるせえな、うるせえな。これ何だと思う？それなんだろうね、そのサイズ。ちっちゃい薄いシャカシャカの服。シーツって書いてる。シーツ？哲夫さんこれシーツですか？こっちのクールタッチシーツって言って、あ、夏にちょっとまああの思えたし、ね、ああそっかそっか。で接触冷感。確かにこの表の生地もそうですよね。そうです、同じですよね。はい、そうです。ちょっとひんやりしてるかもしれない。うーん、ニトリとかよく閉めてるやつか。あ、そう、ニトリと一緒にすんじゃねえよ。ごめんなさい、なんかもショーツあるんだよ、知らなかった。可愛いね、シンプル。あれに似てるな、ワイルドシングスにめっちゃ似てる、生地感も。へえ。分厚めなんか。それいいな、このテイストのさ、うん、あのあれがいいよな、デザインが。うん、そうそうそう、これが貼ってんねや、あのクーラーボックスね、これ。あ、そこにね、はいはい、うちのクーラーボックスかと思った。うちのクーラーボックスの貼ってるけどさ。そしてこれね、帽子。え、このちっちゃいのに触れないの？これちっちゃいのはね、ちっちゃいのに触れない。エコバッグ。あ、エコバッグか。あ、そこにあるのか。すんごいちっちゃい、梅干しみたいな、うん、ちっちゃ、かわいいね。中にこれを持ってて、中に袋がもうついてるんですよ、うん、なるほど、そこに入れていったらいいって、くる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 、もうくちくちくちって入れてもらったらもう普通に入っていくんで。へー、キーホルダー代わりね、かわいい。これここまでちっちゃいのってあんまないですもんね、うん、もうちょっと大きいですもんね。そうですね、うん、しかも寝袋みたいでかわいいね。確かにかわいらしいな、うん、これはアイデアやな、めちゃくちゃ、うん、こうやって置いててもかわいいし。そうそう。で、タオル言ってたの、これがさっき言ってた。あ、そう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 、ここの下にいっぱいあるよって。ブルー、うん、ベージュ。あ、文字の色がってことか。そうそう、フェイスタールぐらいじゃない。こういうのってさ、うん、あのキャンプやってる人ってこの短いのかぶるやんか。うん、あらまあ、似合わないね。一応この、はい、タンクトップがレディース。あ、そうなんですね。あ、この辺は違うんですね。で、この辺はもうサイズが合えば。これはこれはレディースです、ね、これレディースです、はい、で今年この生地がすごくもうお客さんに好評で。柔らかいです。柔らかいのとすごく薄い。うん、ほんと透けてる。またなんか東レートなんかやったんですか？そうです、そうです。あー、やっぱり、はい、東洋レイオンという会社あんね、生地の会社。そこと東レ、これも確かそうですよね。そうですね、オーラデックスもね。うん、でこれが今店長さんが着てるやつかな。あ、はい、着させていただいてる。おしゃれやな。あ、何年素材か。あ、何年やった。はい、だから焚き火の火のところでも燃えてます。でしかも薄いから夏でもいけるっていう。そうですね、かわいいよな。アパレルがなんか夏見たことなかったやんか、うん、うんうん。だから、あ、こっちが次男性なんや。そうですね。あ、へえ。同じくノースリーブでね、夫婦でやったりカップルでやったり。これは今年あの発売しだした一応オリジナルのアイテムで、パッと見ナンガっぽくないのに、うん、こっち見たらナンガって書いてある。あ、ほんとだ。これ可愛らしい、色味的にも。うん、色味可愛い。なんかアメリカンっぽい感じ。うん、すごい可愛い。長い。でもここにロゴあるやろ。あ、かっこいいじゃんな。うん、でこうやってこっちで被っても、うん、そっちよりも後ろの方が似合うよ。あ、そう、うん、この色味がいいね。待って、その T シャツの後ろめ可愛いよ。お前めっちゃ可愛い。あのイラストのやつやな、うん、シールの可愛い。すごいね、これ何かって書いてある、ね、うわ、すごい。でもロンが売り切れちゃってる。それが、限定のやつ。ちょっと申し上げてた。ここって3年なんですか？3年です。前のとこも入れてですか？入れて3年。あ、3年。へえ。そうなんや。3年でもこんだけでかなってんの。ねえ、すごいよね。店長さんが売ってるからガン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 。これ S がないの？じゃあ。あるよ、ショート。これショートあんじゃん。これショートこっちがいい？こっちにする？え、いいよ、こっちがしたかったらこっちにでもいいよ。すいません、じゃあこっちで、はい、はい、ショートの方お願いします。はい、かわいい。よかったな。うん、いいの見つけちゃったね。うん、限定モデルやし。うん、うん、これなんよね、やっぱり。これだってどれ T シャツにしても可愛いもん。うん、確かにこれだったらね、うん、岩塩とかそう、シャガーデンが。あとは何か見る君。あ、岩塩見ようかな、うん、塩。絶対ここ寄るよな、ここのなんかミニコーナーみたいなとこ。私、うん、確かに
前ここで最後のその貼ったかって本当だね、うん、でちょっとまあこういう岩塩、うんうん、ほらおすすめなんだやっぱりいいっていうのも俺よりも興味あれよっていうのもあのランガっていう名所がランガパルパットっていうヒマラヤ山脈にある山の一つからちょっと取らせていただいて、うん、でヒマラヤって結構岩塩のところで昔海底だったところが隆起して、うん、でそのままあの人間の手つかずのこういうミネラルの豊富な自然な岩塩が取れるじゃこヒマラヤのヒマラヤツアーになりてちょっとまあバーレンすごっ、うん、希少やんめちゃくちゃ希少やんまあヒマラヤって書いてあるわ、うん、これだってリュックに入れて運んでくれたのかな甲子園の土みたいな感じ土みたいな入れてうんこれ高くなる高くこれ甲子園の土こんだけやったらもうこの何万もするこそれがなんとねこのお値段お安いそう、648円というこれとか見てこんなでかいプレートなのにさ見てそのプレートは何に使うんだこれこの上で肉焼くんじゃないあ肉ねあ違うかな溶けちゃうか溶けちゃうとダメだねどういうでも岩塩プレートってあるよねうんあるある今岩塩なんかしとくなんか買ってみようかうんなかなかそんなそのヒマラヤまで行かれへんから確かにここのスティックがあるんですよあスティックもだからこれでちょっとね白とこっちのピンクを合わせてもらう、うんうん、試してもらうっていうのもこれしよっかうんしかもこういうのがちょっと割りやすいしこんなに使うねこうなったらこっちの方がおしゃれだし、うん、じゃあこれ買ってみるピンクもうんいいよこれもでもお肉もいけるもんね、うん、何でもいけるもんねうんいいじゃんリカの実験みたいこれ何よこのでっかいのこれはね、2人用の、封筒型の寝袋なるほど仲良しプリントサイズで140cm、220cm くらいの寝袋で、これはラバイマバッグの W600 って言って、うん、お二人でバイクみたいな2人で 600g のものっていうあだから最近タコゾウさんが選んでいただいたやつがお一人で600なんで豪華やんいやちょっとだからその分分散されちゃってるというか300ずつねみたいな感じ、うんうんうん、600って言ったらバイクなんや本当だねあこのエコバッグやっぱ人気みたい再入荷って書いてあるこれたぶんこれ寝袋のおじさんもいるよえとバスとやっぱバスが一番人気なんだこれ可愛いねこれも可愛いけど、うんうん、そしてこれいいのねそうでかいか店長さん、これってサイズはありますかフリーって書いてあるよフリーなんや、大きいかなでも大きめで肩がバブラーンあ、落ちるんですね、肩がかわいい、ちょっと見てもらうかな、うん、こっちか足が汚しちゃう、あ、かわいいいい感じかわいいゆったりとだから T シャツ山ほどあるかなえ T シャツ山ほどあるかなあ、そうなんや可愛らしいけど可愛いけどほな、じゃあそれで行かせていただきますかうんいいかそれでうんすいません、じゃあ店長さんそれでお願いしますはい、ありがとうございますどうしようはい、すいません、ありがとうございますはい、ありがとうございますすいません、カードでお願いします、はいはい、あれ、このジャケットは売ってないですかこれはね、うん、すごい好評でなくなったあと 2枚だけ残ってるんですあ、そうなんや、はあ、あ、福井で買ったやつこれはどこで買ったそうそうそう、福井で買ったやつうんちなみに、その洗うのってどうしたんですかクリーニングクリーニングが、何か自体があのクリーニングサービスっていうのを行ってましてあ、やってもらってますねだいたい1本6,600円でクリーニングを受け止まるあ、わかりましたまあ、それがいいですね、本来ねそうです、だからあの使っていただいたら、うん、まあ裏返して、うん、風通しのいいところで干してちょっとラップしてもらって、うんうん、で収納してもらうなるほどな、はあ、波形なんで、うんうんうん、足元がですねこうなってますね、はいうんうん、足元から入れてもらってあとは一回ここでもう6割ぐらい空気抜いてくださいなるほどなるほどこれは綿をぺちゃんこにするわけじゃなくて空気を抜いて空気を抜くんですどんな打ち方でも結構ですこれ俺2つ買っちゃったけど2つしまわなあかんやんそうですよお願いしますもう折らずにそのまま入れていくんですねこの時、うん、絶対綿に挟んでくださいはあ、はあはあははあ、でここでみんな大体諦めてしまうただ入ってたんで入るっていうのを信じてちょっともう一回空気抜いてあげて抜きますね
さっき申し上げたみたいに、うん、このドローコール、うんうんうん、これをさっき引っ張りますね。おお、これで、はい、まずこいつの息の根、息の根、生きてるわけないやっぱり、なんで、うん、おお、うん、なんか魚さばいてんのかなっていうぐらい。ちょやば。うわー、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます。またあの冬が訪れる頃に現れます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、購入してきました。あんな大変な作業、俺帰る時にやらなあかんねんけどさ、うん、ちょっとまたお手伝い頼むかもしれないんですけどね。そうですね、いいですか、頑張ります、うん、頑張りましょうね。はい、お腹空いたからやだよとか言わんといてな。うん、はい、ということで、南賀の方でお買い物してきましたよという動画になってます。また別動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。手香り。